まず何よりもこの子どもたちの、船となるこの団地、これの、下調べをしっかりした後、それを3DCG も使いつつ、そして最終的に日本の伝統的な背景美術に基づいて描いているっていうことと、もう一つの大きな要素はやっぱり海ですね。海はかなりす、あの、これはもう、手書きでは書ききれない部分が多いので、3DCG で丹念に何度も、繰り返し繰り返し、作り直して今のような形になってます。じゃあ、そうですね。でもやっぱり冒頭の夏目が屋上から落ちてしまうところがすごくスリリングだなとは思いましたね。結構最初はすごい和やかな感じで始まっていくので、冒険、団地が漂流して冒険が始まる、こう契機となるシーンというか、ここはすごく印象的で、僕は大好きなシーンだなと思います。まあ、やっぱり後半の方のシーンが、自分も苦労がした分、気に入ってはいますね。それはもうまさに嵐になってから、それも夜になってから、観覧車なんかも出てきますけど、あれ以降の子供たち、そして康介と夏目の、助け合い、そういったシーンが、本当に苦労した分、気に入ってはいますね。音楽の点も含めて、なんかでもあったりしますか。はい。例えば、康介夏目はもうちょっと言わずもがなとして、レイナっていうキャラクターがいたと思うんですけど、あの子なんかは、この夏目っていうキャラクターが一つ、なんだ、自分の中で重い、どうしようもない感情を持って、それが一つの、なんだ、テーマとして描かれてるわけなんですけど、そこに対して、ちょっと耳が痛いけれども、それでも一つの、そのテーマを、そのなんだ、ちゃんとその表層化してくれるためにも、そのレイナというキャラクターがきっとこういうことを、この性格からしてこういうことを問いかけて、でこういうことを引き出すんじゃないか、でかつそれに対してレイナ自身も、このあのもうあのそのジュリというキャラクターによって、自分の中でそれを咀嚼して、最後それがまた、どんな形で自分の中にストンと落ちるようになるのかみたいな、なんかもう連続性で絶えず考えていってるっていうのの状況でしたね。はい。はい、サンキュー。ありがとうございます。ありがとうございます。